明日人間くんが R1 グランプリの1回戦に出るらしい。え、まあでもまあ出てみること大事だからね、思い出作りもあるしってことでしょ、一回体験するって意味で。いやそれは大事だね、うん、俺も1試合目ボロ負けだったな。大事。でもまあ絶対明日ゲロ滑りすると思う。マジ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 これマジ。そうだ、明日ゲロ滑りする。俺それで受けたら、うん、マジ天才だと思う。これやけ下手な拍手すんなって言うよお前。もし受けたら俺がダメになっちまう。それお前何しに来たんだよお前。いや自分で言うの。自分でそいつはおもろいから。確かに。おい拍手すんな。あそれちょっとおもろいかもな。ああいいね。おいなんだよ。え、これ取っちゃダメなやつじゃないよね。あ、いいよ、いいと思う。ちょっと、うん、今日は人間さん、はい、R1 グランプリの予選です。予選です。1回戦。こんな R1 は嫌だったんですか。大喜利はやります。あら、もうこのハッシーが手伝ってくれたでしょ。そう、ハッシーありがとう。ハッシー、コンピューター宇宙に。え、ハッシーは出ないの。ハッシーはもう通過してんの。すごい。すごい。よしよしよし。あ、来ました。あ、元気さん。今日、彼、R1 予選です。ちょっと、ねぎらい、あ、やっぱ友達やからね、知ってる。仲良しやから知ってるんや。どうもー、ビキニポリスでーす。私、こう見えて、大卒なのー。よろしくお願いしまーす。まずね、ビキニポリス大喜利考えてから見てちょうだい。はい、一発目、これ。こんな学校は嫌だ。みんなどんな学校嫌だ。うん、あ、先生が怖い。もう嫌だ、先生怖いのね。うん、トイレがない。もう、最悪我慢できないわ。6時間授業とどうすんのよね、もう。え、でもね、ビキニポリスはこう考えました。ない。いやー。ね、まずね、トイレがなくたって学校の先生怖くたってないよりかはいいんだから。まあでもちゃんと学校卒業してもこんな感じなんですけどね。やかましいわ、もうほんとごめんなさいね。次行くよ次。はい、ということで、あの中ね撮影禁止だったから撮れなかったんですけど、 R1 グランプリ1回戦終わりました。終わった。とりあえずね、大きい声出して、でもネタ中の記憶があんまないんですからね。これがね、通るかわからないんだけど、あ、とりあえずやりきりました。はい。まあ、それでね、まあ、2回戦はね、元気ジャパン移動してるから、出場できるかわかんないんだけど、とりあえず、結果を待ちましょう。ありがとうございました。はい。R1。はい。1回戦敗退男。いや、まあこれ言われる悔しいな。いやでもいい経験だったんじゃないですか。いい経験だよ。敗退だね。分かってはいたけどさ、悔しいよね。どんずべり。え、ネタは止まんかったんや。ネタはね、できてた。できたけど、でももう一回笑わせるポイントがあったんや、うん、はいはいはい。そこで滑った感じだから頭真っ白、頭真っ白なるやろうな。確かに記憶ないけどできてた。2分もやりきった。あ、今やりきった。ちょうどブザー鳴って5秒ぐらいオーバーしたけど大丈夫。へえ、うん、どんずべり。ネタどんずべりだったけど、なんか人間を注意して人間のところでチラホラ笑ってくれ。そこだけ。そこだけ。そこかい。そこだけ。出落ちも出落ちだよね。エレメンツのツッコミ担当、エレメンツは知らんの。あ、そうですか。エレメンツも知らんの。あれがエレメンツのボケね。エレメンツのボケの方の駆動。ボケ本当にボケ。このボケに向かうサービスエリアです。はい、やるんや。絵になるところをやっぱサブちゃんのためにね、しっかりセレブガチャ。いけいけいけ。本当にすごいの当たったらどうするの。お、お、何何何何。もうそれがもうね、それ。え、なに？これはヘアゴムですね。やったやん。1000円のヘアゴム。マジ？たくさん使おうぜ。たくさん使おう。天然素材ですので。あ、いいや。これもずっとつけてくる。やばい。
いやいいよ、言いなさり、女でいいよ、女で。できました、よかったよかった。じゃあ、もらったよ。やったね。ちぎれるまでね、ちぎれるまで。いや、まあ、まあ、もらったんですけどね。まあまあ、悪くないから。悪くないんかい。格好つけるの。旅行じゃないけどね、これそんなその爪痕旅行ではないけどね。でかいよ。これだ。800円。まあ確かにこれ800円やばいね。絶対元取れてる。うん、これお腹いっぱいになる。みんなで昼飯食うってなったら食えない。まあいいよいいよ。これ指導食。いいでしょう。うん。え何それちょっと。プリマヨプリ。そんなあるんよ。変なの。人間のせいでうちのこれが薄れた。やっぱチャイン本当にプリン食べすぎてるね。プリン食べすぎて、お尻プリプリ。うわあ本物だ。本物だ。すげえ。どこで降りるかちょっと見てみる。なんだっけ。ああ。塩沢。塩沢石打ち。いやでもこれはレアでしょうよ。下下すごいやん。そんなすごいよ。すげえ。上と下。おいすごー。うわあ。うわすごっ。和室ある和室和室和室。こっから取れるね。あ、ここから取れるね。こっから取れるな。ナンパできる。こっから取れる。ああ。ということで部屋はチャンユが、下になってしまい、あと上。元気ジャパンの下はチャンユと俺で上に誰だ人間と。人間と、ああ、はい、うわやばいね。臭そうですね。おい、臭くねえぞ。元気が、うん。チャイからもらったミサンが捨てようとしてる。おい。俺にあげるよ。こっそり捨てろって。それ怒るんやから。捨てるなら。捨てるならこっそり捨ててくれ本当に。怒っちゃうやから。やばいやばい。はい、ちょっと私はスノボをすることを諦めたので。みんながやってるところを動画回しています。ヤッホー。あ、誰も手振ってくれない。やばい。ジュンペイが、ジュンペイ、ジュンペイが、おーすごいすごい、ぽいぽいぽい。あジュンペイ、スノボナンパをするとか言ってますけど、まだちょっと滑れない状態からのスタートだからね。仲いいね。仲いいな、仲いいな。元気が、うん、2人で乗るって誘ってくれた。あ、元気が2人で乗りたいっつったんや。順平いる。順平開いた。さあ順平がうまく滑れるか。バカードヘタ。最高の瞬間撮れたよ。あれ、サムちゃん、サムちゃん回してって言われてる。いや、言われてないけど、ちょっとびっくりしちゃってさ。え、みんな働いてる。え、みんなさ、浴衣の下って履くよ。履くよ。ハンズ元気さん、働いてる。一枚と浴衣だよ。いや、なんかその服、裸になってこれ一枚着るもんじゃない、バスローブ的な。でも言ってるけど、言ってるけど、実はその履いてるみたいなことなんじゃない。安心してください、安心してくださいみたいなことじゃない。テレテテレテレテテレ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 テ見て、ここの右肩のところと、この右、おちちのところ、はい、またチャイから母乳出ました。出てない。やば、なんでここだけ濡れたの。はい、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 見せてください。はい、はい、はい、母乳です。いやそんなはずないんだ、はい、うちにもう2回目やからさ、母乳は。そうです。はい、母乳。いや、ニューヨークで1回出たい。はい、はい、はい、母乳もらいました。はい、はい、母乳です。こちら母乳ですね。しっかり取り上げろ、このコンテンツ。いやいや、左右乳から母乳。前回も右乳出がち。そうね。え、初母乳じゃない、今年。今年、あ、初乳。ありがとうございます。
人間と元気やっぱいいね。デザートなんか学生のご飯みたいなさ、なんだあれ、あんだけビュッフェあったらビュッフェのさ、これ知り方で本当はどうか、いやもうこれ分かるもん、サラで。あ、でも元気、まあでもチョコフォンデュでもう、あ、人間はもう学生てか、まあプレートがもうお子様っていうのでこれ小分けできるすでに、もうそこが終わったと、終わったと見せかけて3週目ね、人間と3週目、3週目でこの量なんや、すごいね。お腹が揺れる、食い意地張ってるとかじゃないんや、まだ6分目ぐらい、まあ、6分今、感覚ない、なんだっけ、あの感覚ない、アドレナリン出てる、アドレナリン出てる、いや、そんな出さんでいいよ、別に味を楽しめよ、味分からなくなる、美味しすぎてね、やばい、これ本当に美味しい、美味しい遅いもん。いやそう。ちょっと後悔した。それ最初から分かっていたこと。ここやばいよ。でここまでうまいよ。何言ってる。うまい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 お腹いっぱいみたいな。誰も分かんない。そこで分かっちゃってそれは。分かんないかい。分かんないかい。うまいよ。お腹やばいな。やべえとか言ってるよ、うん、もうダメよ、ダメダメダメ、もうちょいちょっとずつ取りたい、ちょ自分次第だろそれは、クレームかいっぱい取れる、ここが悪いみたいな、取れすぎ、いっぱい取れすぎは、スキー場でも編集をする真面目なチャンユーです。俺は真面目じゃねえ、うわよし、決まった、はい、編集してるんじゃないですから、パソコン開いて、あ、今エロ動画見てんの、そう、あ、なるほどね、いい、それはいいね、見てみる、え、行ってみる、行ってみる、え、ハメ撮り、エロ女じゃん、エロ女だ、しかもうちの音声やし自分で、え、さっきミナさんと話したんだけどさ、うん、これの中って普通着ないよね、パンツ履いてるでしょ、パンツ履いてる、うん、履いてる、パンツ、これ履いてる、まあまあまあ、いやいや、それ最後いらん、やめて、モザイクモザイクされがんから、今見えてます、やめてよ、あ、公共の場所、あんまり公共の場所だから、うん、最後まであれが一番恥ずかしかった、別にいいね、見せんって別に、トゥル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 トゥ、はい、どっこりはん、ちょっと待って、どんどんどん、おはようございます、おはようございます、昨日食べ過ぎた2人はあ、マジで食欲なかった、湯豆腐めっちゃいいもう一回、体に優しいもん食ってるやん、めっちゃ湯豆腐いい、何してんの二人で、何もしてない、ほんとにあれやばいやばい、顔がやばい、あー、雪女だ、怖い、怖い、行け、戦え戦え戦え、どっちが勝つ、果たして勝者はどっちだー、チャンユー負けー、順平一発 KO、 喧嘩しようよチャンユー、俺と喧嘩、うん、俺に勝てるとか言ってたじゃん、あー、ここで、うん、ファイト、あれあれね、うわうわうわ、飛んだよ、3月飛んだよ、エキシビジョンマッチ、あー、いいね、さあいいよ、よし、行くぞ、レディー、ファイト、おいいよ、強い、手加減ないよ、お前手加減なさすぎやろ、お前手加減なしてるだろ、お前何分かんない、ちょっと足かかってる、足かかってる、せーの、よいしょ、丸が作れないだけんさ、こう転がしても膨らまんの、あ、そういうこと、ダメなんや、ずっとこれで固めよったけど、もうあれが限界やった、はい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 、あ、ペックさん、ニノとニノさんとハグルとペックさん、ニノクドウと、ペックさんももしかしたらナンパしてくれるかも、あら、
あ、全然してくれない。待って、全然してくれなかった。何みんなが雪の中滑ってるのが、ホクホクの肉まくってんだよ。わー、好感を入れてください。わーの、わーじゃないよ。みんながさ、寒い中頑張ってやってんのに。毎回避けてきてたんで、あの、あー言ってたね、旅行とかでもスノボーだけは、うん、サボってた。スノボーの時だけは。珍しいよな。なので、うん、あの、こういう楽しみ方が一番合ってます。なるほどね。うわぁ、うわ、怖っ。おぉ、すごいな。こんななるんや、放置しとったら。あ、これ以上ズームできんよ、うち。もっと奥行くかな。あ、どこ行った、どこ行った。ほら、ちょっと通行止めがすごすぎて帰れてません、ね、まあ、みんな事故じゃなくてよかった、本当。そうね、みんなこんな感じです。で、人間さんがちょっと今オラつきながらなんですけど、2時間ぐらいかかるかもしれない。え、マジで、マジで言われた。4台玉突き、馬車で動かして、だから今事故起きた始めだから、もう何分かかるかわからないけど、長くはかかるみたいな。まあまあまあ、1時間は。うわー、すげー、すげー、あ、見ますか。あ、一発ギャグ引いて。人間のー。すごっ。ドラゴンボール。動きました。玉突き現場見れず、現場見れるんですか、これ。これやない。どちらか。ああ、レッカー前って感じか。わ、がっつりやん。おい、人間、お前、何が全然だよ。これをかすり傷というお前は何をもってして、一体なんだよ、本当に。やば、ゴリゴリに事故ってるやん。スキーの後はやっぱり武蔵屋ということで、初めてだろスキー行ったの。はい、いや、でもこれを食べ、締めに食べる。しかも九条ネギ乗ってきた。いいね、え、乗ってきた。別添えだった、この前。別添えだった、いいですね。人間元気さんも食ってますね、うん、やっぱり武蔵屋やばいよね。はい、ということで、もう冷めちゃうんで切ります。はい、今日は純平が、あ、純平がじゃないか、香水を作りたいって言ったのでついてきてあげました。存在さえですね、それは。あ、めっちゃいい、これで私のカラー、私のテロップのカラーなんで。テロップオレンジなんだ。テロップオレンジ。チャンネル、あ、本当ですか。あ、これめっちゃ恥ずかしい。え、映ってるけど大丈夫ですか、これ。大丈夫です。あ、すごい恥ずかしい。はい、というわけで、香水ができました。あ、でもチャンユーと同じ匂い作りたいみたいな多いよね。これを注文すればいい。これを今やろ、絶対来るんかな。こん実際こん、実際こんけど、一人ぐらいさ、誰か。いや多分こういう、うちのために来てほしい。うちが、あの、いや、多分コントも来てそんな固くなに言わない。あんま言ったらちょっと恥ずかしいけど、お願い、一人ぐらいはね。これね、チャンユーのと同じのがもし作りたいならこれですよっていうことですね。チャンユーって名前にしたし。これ伊勢さんです。いつもこんな感じで、こんな、はいはい、いっぱいつけます。あ、ありがとうございます。つければつけるだけいいんで。あ、そうなんだ。もうディーゼルは。うわ、最悪、最悪、台無し。
台無しだ。ジャルジャルのやつです、それ。ジャルジャルのでしょ。違う、はい、全部まずは、はい、ボールバックに、あーまあまあ、あーでもかっこいいかも、かっこいい、はい、こうやってから、はい、ここの横だけ、はい、前の方だけをこうやって横にこうずらす。おお、あ、かっこいい、あ、すげえ。本当だから、はい、本当のやつ、本当のやつ、本当のやつ、簡単でしょ。一応ふざけのやつも、ふざけ、ふざけのやつすごい、あ、すごい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 、お、どうなるんだろうこれ、どうなるんだろう、すごいっすね。タバカンじゃなくてタバなんだよ。タバカンじゃない、タバなんですよ、もうこれ。あ、前髪を作るんだ。前髪。あー、立っちゃう、立っちゃう。これ、代官山で当たり前らしいんですけど。帽子取ったらこれで。あ、本当に？帽子取ったらこれ。そうなんだ。うん、これで、これで大丈夫ですか？うん、これで大丈夫。はい、わかりました。これみんな真似して、真似していくの。わかりました。代官山来るときみんなこれやってから。なるほど。じゃあ、いい姿勢さんでした。これもう、お客さん怖くなりました。EMS トリートメントを継続することで男性らしい張りのある肌へと導きますということで、なんと、はい、撮ってます、私、なんと美顔器を、あららら、元気さん、元気さんとかに元光さんとか言ってるけど、純光、美顔器ってもう女の人のやつやん。女の人でもめったにそんな全員が全員持ってるものではないから、モデルとかのやつやろ。そう、なんか美意識高い人しか持ってないよ。メンズの美顔器をいただいてしまったんですよ。よかったじゃん。しかも普通になんか、これよかったら使ってみてみたいな感じでさ。あれ、あの、今日、じゃあ今日、今日、あー、え、見て、耳がある。何すごっ。あ、でもなんか、え、もうなんか、ちょ、一回さ、伸ばしてみて。肌レベル今上げました。え、え、でもなんか、ほんと、ちょっと待って、真っ直ぐ行け。怖い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 。あ、分からん、え、分からんのかい。でもなんかちょっとスリムになってない、こっち左。あ、じゃあ絶対なってる。ほんと？なってるなってる、マジでなってる。え、で、後ろで元気は髪を染めしています。元気さんも最近素晴らしい。何が元気はね、ずっとすごい、もう見とれちゃってるもん、自分に鏡で。すごいから、元気めっちゃ長いからね、鏡の前に立つ。三遊ぐらい長いよ。いや、チャイユーだって女の子からしゃあない、化粧が。元気は髪のセットでチャイユーの、あの化粧ぐらい時間使える。やべえ、マジですごい、もう本当に恋しちゃってるから、鏡に。鏡には恋しないけど自分には恋しないからね。いいね、元気すごいもん。そっか、もうさっきから何も変わってないよ、髪の毛。やべっ、それ言ったら怒る。おー、チャイユー、もういいよ。登録してほしいよ、ハバナイステイ。いいねー。